こんな感じで横にね、もう同じ画面のところに持ってきて、で、サブの画面のところでこの画面とかね、あの編集機材、こんなようなね、やつがあるんですけど、こういった機材、ソフトとかも、あとはね、あの、YouTube、マップとかね、ニコ動を回して、見たりして、時間、ちょっとね、この合間の時間を、ちょっとチェックしながらね、こっちでちょっと横に入れながら見て、っていう感じでやってます。こんな感じで、ちょっと細かく YouTube の方とは、書いてあるところがあります。ちょっとね、見やすいように、タイトルちょっと見やすいようにね、いじってるところはありますんでね。おしゃれラン日、もう一本ぐらいいけるかなぁ。もう一本サブどんな感じだったっけ。あ、これか。5分だし、ギリギリ間に合うかなぁ。っていう感じですね。よし。あ、登録入った。あ、そう、なんなら12番ちゃん書かれるかな。さあ、どうだ。よし、来た。11。このグッドサイフォンカフェも良かったですね。ちょっと喋る余力ができてきたかな。そこね。結構体力キリキリでやってますからね。ああ、体バキバキっすね。11番まで切って、動画がどれぐらいで終わるかですね。これは10分、これはちょっとかかるんだろうな。多分次のにかかったらこいつが多分早く終わるんで、でギリギリ今42分なんで、そっか、俺の顔をこいつの仕様だったらちょっと上にしたら一応ギリギリ見えますよ、これ。ちょっと下の時計だけなんでね、見にくくてあれですけど、最後に、時計、見せます。一応これで見えますね、何分かは見えるかなと。これでやっていこうと思います。まあ、こういった時点にこれがかかるでしょうね。あー、長かった。収録自体は確か45分ぐらいから始めたんですよね。50分ぐらいから始めたんだったっけ。いやー、長いなー。まあでも、もっと効率のやり方。まあ多分、それこそね、分数が1分ぐらいの動画をね、ポコポコ打ったらもっとね、量が打てるんじゃないかなと思いますけど、まあ、今回はね、もう用意してある球がね、大量にあるっていうのがね、うちの強みだったり、それ使ってますんでね。だけど、まあ、言うて150ポイント上げれたっていうのは、まあ、150以上は確実に上がってますんで、そう思うと、だいぶ強いですね。まあ、最後に、多分、その、今日の分のやつを、ちゃんとしてね、締めたいなと思いますんでね。で、何分、ね、何個、動画投稿できましたよっていうので、最後締めたいと思いますわ。これどれぐらい再生が伸びたね。まあ、1再生入っただけでも、1再生でも、変な話、150本上げとって150再生入りますからね。2再生入ったら300ですからね。やっぱ、数打ってなんぼな。
ね、どうしても黒歴がね、あれなところだと、というところですね。ちなみに、ニコ動ってどうかな、テロップってどうなのかなと思いましたけど、考えてみたらもともと、ゆっくりボイスで入れるんで、文字打ちするんですよ。それを使って、テロップ入れるんで、なんで、基本的にテロップは入ってますよね。ニコ動も。うん。ゆっくりボイスは特に。そこに行くとニコ動だと、やっぱうちみたいな人はだいぶ得意ではあるんでしょうね。言うてね、ずっと。うちはなんかずっとね、この顔出しでね、やってますし、まあ、もともとその、要は14年前か、2009年投稿始めた時っていうのも、まあその、正規じゃなかったですしね、うん。で、どっちかというと、具合的なところが、要素が強い、ところだったんで、で、しかも、ね、完全に、リーマンショックでね、フリーランスみたいな感じになるのかなっていう感じだったんで、そういう意味ではね、顔出してね、売りたいっていうのもあったのはあったんでね、うん。顔出してね、その会社で、会社員でね、雇って、顔出しで、失うものがあるとか、そういうわけじゃなかったんでね、それは多分大きいと思いますけどね、うん。迎えに取ってもらってたしまっちゃんとか、あれ当時学生か、いや、もうあれですよね、社会人にはなってたようなっていうところですけど、まあ、彼もね、結構そのあたり、自由が効くところだったんでね、うん、バッチバチのね、会社とかだとやっぱしね、そういうのはダメですよね、っていうところが多いですけど、比較的そのあたりが幅が効くね、彼のところが、まあ、あとね、今後出てくる、徐々に出てくる岸井くんはね、岸井さんはね、物無用ですね、ニートなんでね、そもそも人権がないというところでございますんでね、よいしょ。そのニートが全員人権がね、ニートにも人権があるよってね、真面目な話とかを、置いといてくださいよ。うん。よいしょ。さあ、そういうのでもね、今炎上しますからね。うん。彼は、彼は大丈夫です。どういうあれかな。さあ、これは、アップロードは終わりそうですね。これはいけるな。もう一本かぁ。もう一本は、ギリギリかなぁ。ちょっとここは、もうほんとギリギリまでタイミングも計らっていきましょう。これが多分そんなに時間かかると思うね、行くほど。で、12人で決めようとしていて。12人は何だ？大阪の上で8分。いけそうな気もする。準備するもん、準備しとけば。どうかな。あ、そうか、昨日のデータもね、こんな感じで。やっぱ、週末にはね、上がりやすいかなっていう傾向あるみたいですね。で、ここのところでその日に上げた動画っていうのが見れるんで、こんな感じで、ここでカウントする方が早いかな。でも量が多いもんな。集計期間の変更とかできないのか。あ、って言っとる間にまだ変更途中やな。まあ、あなたでもちょっと筋伸ばしてきたですね。今100再生とか行くか行かないかっていうところなんで、まあ正直 YouTube とそこまでアナリティクス変わりないのかなっていうところありますんで、よいしょ。じゃあ再生数的にはありがたい。結構ニコ動と YouTube でそこまでさほど差が出てないですね、今。まあもう、前はちょっと調子よかったし、ちょっと今 YouTube が落ちてるっていうのがあるんですけど、おいし、来た。よいしょー、ラスト。いけー。